愛するときと死するときは、ドイツ人作家エリヒマリアレマルクの小説、および、それを原作とする1958年制作のアメリカ映画、第二次世界大戦末期のドイツを舞台に、あるドイツ人兵士の恋愛と戦争体験を描いた物語である。第二次世界大戦末期、ナチスドイツの敗戦が、色濃くなっていく中で、前線の戦場から2週間の休暇をもらって故郷に、 帰ったエルンスト・グレーバーは、町が爆撃され、両親が行方不明になっていることを知る。両親の行方を探すために、父親のかかりつけの医師だったクルーゼを訪ねるが、クルーゼがすでに強制収容所に送られた後であることを、娘のエリーザベトから聞かされる。落胆したエルンストが帰ろうとしたその時、空襲警報が発令され、共に防空壕に避難したことをきっかけに、 エルンストとエリーザベトは親しくなる。何度か会ううちに自然と愛し合うようになった二人は、エルンストの両親が居場所は、不明なものの生きていることを知ったこともあり、結婚。エルンストが軍務に戻るまでの限られた時間ではあるが、新婚生活をスタートさせる。ところがその矢先、街が空襲に遭い、二人は家を焼け出されてしまう。ありがとうございます。